言っておくけど、あんたのことは式に招待しないから、来るつもりでいるんじゃねえぞ。え？どういうことなの？道広の結婚式はもうすぐでしょ？そうだけど、あんたは結婚式には呼ばないって言ってんの。式なんかに来たら笑われちゃうだろ。どうして？結婚式に母親が行くのは当然のことじゃないの？それとも何か問題でもあるの？問題ばっかじゃねえかよ。あんた自分の年齢考えろよ。高齢出産した年寄りの母親とか恥ずかしいだろ。俺のこと産んだの39歳だったんだろ。マジでキショいんだわ。キショいってそんな、確かに高齢出産だったけど、その分一生懸命あなたのことを育ててきたのよ。だから何、こんなヨボヨボのやつが出てきたら祖母だと思われるわ。同僚とかに見られたくないし、俺の式には来ないでくれよ。息子にそんなこと言われちゃうなんて。親の顔合わせの時もマジで恥ずかしかったんだよな。できるだけ化粧させてみたけど限界があったし、化粧で老け顔が隠せる年齢でもないしな。そんなに老けて見えたかしら。一応私はこれでも現役で働いてるんだけど。マジそういうのもダサいからやめて。あんたってもうそろそろ年金もらう年齢だよな。今も働いてるとか、年金じゃ生活できないみたいでダサいだろ。道広、私はあなたをそんなこと言う子に育てた覚えはないわ。私もずっと必死で子育てをしてきたつもりよ。あなたに手がかかる頃は確かにお金もかかったし、そんな裕福な生活はさせてあげられなかったかもしれないけど。ああもう、そういう黒話がババア臭いからやめろって言ってんの。なんで年寄りはみんな多く語りたがるんだろうな。マジでうざいんだよ。そんなこと言われても。あんたは誇らしげに高齢出産して息子を一人で育てたとか語りたいのかもしれないけど、こっちは恥ずかしいだけなの。わかる？高齢出産なんてみっともないだけだろ。みっともないって、いろいろ事情があったんだから仕方ないでしょ。お父さんだってその頃にはもう長くないってわかってて、それでいて子供を残したいって話になったのよ。そんな親の話聞きたくねえんだよ。どうせ子供産むならもっと早く産んどけよ。こっちは母親がばあさんだなんていい迷惑なんだよ。私は今までそんなに迷惑かけた？当たり前だろ。授業参観の時だって一人だけ母親がババアだったし、父親がいなくてかわいそうとか言われた。こっちだって苦労してんだよ。そうだったのね。私は周りの親御さんに何も言われたことはなかったし、変な目で見られることもなかったんだけど。俺は気づいてたよ。あんたが鈍感なだけだろうが。そうなのかしら。だったらごめんなさい。でも今更それはどうしようもなくて。だからせめて結婚式は来るなって言ってんの。晴れ舞台くらいあんたの邪魔なしで迎えたいんだよ。あんたがいるとまた変な目で見られるだろう。そんな風に思ってたんだ。わかった。行かないね。おお、呼ばねえよ。ああ、あとついでだから言っとくけど、縁も切るわ。え？どういうこと？俺もう結婚するしさ、結婚したら嫁さんの兄貴の企業に勤めようと思ってんだよ。つまり、俺の人生ってもう安泰ってわけ。よく考えたら、あんたってもう出番ないし、いらねえわ。え？出番ないとか、いらないとか、お母さんのこと今まで何だと思ってたの？なんだろう。都合のいい ATM？ 親が ATM ですって？まあ大した金のない ATM だったけどな。学費だけは全部出させられたし、金もらってそこそこの大学行けたから、今では存在価値があったことぐらい認めてやるよ。そんな言い方あんまりよ。私が必死に稼いであなたを養ってきたのに、一人暮らしをしている時も仕送りしていたし。でも俺が仕事始めてからほぼ無縁だったじゃん。それは道広が連絡を返してくれなくなったからでしょ。ああ、そうだった。もう金をもらう必要もなくなったし、面倒だったから連絡やめたんだった。そういう風に思ってたのね。わかったわ。ならご希望通り、もう縁を切りましょう。そうしてくれ。じゃあ今までご苦労でした。せいぜい余生を楽しんでください。そっちもね。花江さん、ご無沙汰しています。明日なのですが、以前ご連絡させていただいた通り、信頼できる部下がご対応させていただきますので、よろしくお願いします。明日はよろしくね。これからあなたの会社とコラボレーションができるの、とても嬉しく思うわ。ええ、僕もです。
明日の会議も参加したいところだったのですが、どうしても都合が合わなくて申し訳ないです。問題ないわよ。私が日程の変更をお願いしたんだから、気にしないでちょうだい。はい、ありがとうございます。聞いたわよ。妹さんの結婚式なんだってね。おめでとうございます。そうなんですよ。ありがとうございます。そういえば、お相手の男性の名字、花江さんと同じ柴崎って言うんです。偶然ですよね。あら、そうなの？珍しい名前ではないけど、まだ出会ったことはないわ。妹さんも柴崎さんになるのね。はい、そういうことですね。そういえば、花江さんにも息子さんがいらっしゃいましたよね。僕と同い年くらいなんでしたっけ？ええ、そうよ。そういえば、あの子も明日結婚式だったはずね。え？息子さんも明日結婚式なんですか？でも明日ってお仕事を入れられて。ええ、私は来るなって言われちゃったの。高齢出産なのが恥ずかしいんだってさ。縁も切られちゃったわ。え？そんな理由で？そうなのよ。まあ本人からしたら色々嫌だったのかもしれないわね。私には知り得ない恥ずかしさがあったのかも。でも花江さんは一人で息子さんを育てられたって。旦那様が若くして亡くなられてしまった分、とても苦労されたのだと思うのですが。ええ、私サイドから話をするとそうなるわね。でもそれもきっと私の自己満だったのよ。息子にとってはいい迷惑だったのかもしれないわね。こんな年寄りの母親なんて持ったら嫌なものなのね。そんなことないです。そんな風に思うのは間違ってます。え？花江さん、今お時間ありませんか？直接お話をさせていただきたいです。実は今花江さんのオフィスの近くに来ているんです。大丈夫だけど、どうしたの？ありがとうございます。そしたら僕今からお伺いします。その時にじっくりお話ししましょう。わかったわ。お待ちしてますね。母さん頼む。やっぱり式に来てくれ。今すぐに。化粧とかもしなくていいから。そんなに慌ててどうしたの？縁を切ったのに、あなたから連絡してくるなんて。それに、式に来てくれってどういうことなの？母さんが来てくれないとやばいんだよ。てか、なんで母さんが嫁さんの兄貴と知り合いなんだ？義兄がブチギレて、俺との結婚を反対するって言ってんだよ。あら、真人さん、本当にそんなことを？私はいいって言ったのに。何がどうなってんだよ。なんで今更お兄さんに結婚式を反対されてんだ？あんたがなんか言ったんだろ。ただ事実を述べただけよ。あなたに高齢出産が希少いって言われたこととか、ずっと恥ずかしかったと言われたことなど、なぜ私が結婚式に招待されていないのかを説明しただけ。それでなんでお兄さんがキレてんだよ。どうやら真人さんのお母さんも高齢出産らしいわよ。それで妹さんを産むときに命の危険もあったんだって。それでも健康な妹さんを産んで二人を大切に育てたの。自慢の母だとおっしゃっていたわ。マジで？そんなこと知らなかったんだけど。まあこんなこと話す機会もないでしょうしね。生まれてきた妹さんよりもそれを見ていたお兄さんの方がきっと生命の神秘を感じたんでしょう。だからキレてんのかよ。めんどくさい。てかなんであんたが義兄のこと知ってんだよ。どんな余計なことしたらこうなったんだ。それは本当にたまたまよ。私の会社と真人さんの会社がコラボすることになってね。つまり取引先ってこと。え？なんだよそれ。てかあんたの会社ってどういうことだよ。私はあなたを独り立ちさせた後独立して働いているのよ。言ったでしょ、私はまだまだ現役だって。こう見えても私結構稼いでいる社長なのよ。は？そんなこと聞いてないんだけど、なんで黙ってたんだよ。黙っていたというか、私が連絡をしてもあなたが無視したじゃない。だから話しようがなかったのよ。おい、マジかよ。どうすんだよこれ。そうね、多分謝っても許してもらえることじゃないし、もう諦めて反対を押し切って結婚するしかないんじゃない？それが今家族会議されてて、俺の婚約者結構ブラコンだから、このままだとお兄さんの意見に流されるかもしれなくて。あら、そうなのね。なら仕方ないわね。その女性との結婚を諦めなさいな。世の中諦めは肝心よ。そんなこと簡単に言うなよ。こんなにタイプど真ん中の女性他にいないし、それに俺婚約者の兄貴の会社に勤める予定だったの。これじゃあ勤めさせてもらえないかもしれないだろ。ああ、
それは無理よ。そもそもそれだってあなたが勝手に言ってたことでしょ。真人さんはそんな話一つも聞いてなかったそうよ。いえ、それは結婚してから頼めばいいかなと思ってて、お兄さんも結構しつこんなところあるらしいから、夫の俺が頼めばいけるだろって思って。会社はね、そんなノリと勢いでやっていけるものじゃないのよ。コネでどうにかなることもあるけど、あんたみたいな子、真人さんは認めてくれないだろうね。そんなこと言うなよ。頼むよ母さん、今からでいいから式場に来てくれ。ちゃんと俺が謝るところ見てもらうから。また私を都合よく使おうとするの？謝るところを見てもらうって、まずは私にしっかり謝ったらどうなの？何を謝るんだよ。俺は高齢出産したあんたが恥ずかしいんだよ。それは紛れもない事実だろ。そうね、だったら謝らなくていいわ。私は仕事があるし、いずれにしても行かないから。意見が違う者同士、縁を切るのが正しかったわね。おい、そういう話じゃないだろ。息子が頼んでんだぞ。母親なら助けに来いよ。あなたが私と縁を切るって言ったのよ。血はつながっていようと、私たちはもう赤の他人。私があなたにしてあげることはもう何もないわ。そんなこと言うなよ。俺の人生計画が台無しになっちゃうだろ。頼むから来てくれ。人生計画を狂わせたのはあなた自身だけどね。恥ずかしい母親はあなたの前から消えるから、残りの自分の人生どん底で苦しんでも私たちは他人よ。二度と助けないから、一人で人生やり直してみなさい。その後、話を聞いた道弘さんの婚約者さんは結婚を破棄し、大泣きしながら花江さんのところに挨拶をしに来たそうです。道弘さんは結婚の話も、企んでいた就職の話もなくなりましたが、勢いでハネムーンに行こうと仕事を辞めてしまっていたため、絶望しながら再就職先を探しているんだとか。自分を大切に育ててくれた母親に感謝もできない人なんて、これからもきっといい人生は歩めないでしょうけどね。